現代自動車、ジェネシス・ジェネシスは、韓国の自動車メーカーである現代自動車が、展開する高級車ブランドである。ジェネシス・ G8 0 2004年に、ジェネシスの開発を開始する時点から、2008年の、ジェネシス販売開始を目標に、トヨタ自動車のレクサスや日産自動車の、インフィニティ同様、独立した高級車ブランドを設立する、思想自体はあったものの、当時は、 グローバル金融危機に加え、高級車市場にとって向かい風であったこと、さらに単一車種でのブランド形成は難しいと判断し、設立を断念した。その後、現代は設計、試験、パワートレインや素材の選定、品質の全部分において、新ブランド形成のために注力し、2013年11月、静粛性、動力性能、ハンドリング、安全性、 乗り心地といった高級車に求められる5大性能を大幅に引き上げた2代目ジェネシスを発表。ブランド設立思想開始から14年の経験を生かし、2015年11月4日、ソウル市内にて、ジェネシスブランドを正式に立ち上げることを発表すると、同時に現代初の高級車ブランドとして、各国市場に進出することを表明。合わせて数年内に、 ジェネシスの頭文字 G を名前の頭につけて新モデルを順次展開していく方針であることも発表され、この中にはセダンのみならず、クーペやスポーツユーティリティビークルも含まれる。なお、高級車ブランドの立ち上げは韓国メーカーとしては初めての試みであり、同社初の国産車であるポニーの生産開始から40年での実現となった。2015年12月9日、 韓国でブランド初となる高級車 EQ900 が発表された。これは従来のエクスにとって変わるモデルとなる。2016年6月2日には、富山モーターショーにて、ジェネシスのフェイスリフト版である g 8イが披露され、同年7月7日に発表、販売を開始した。これは事実上、ジェネシスの後継車種となる。2018年11月 EQ900 が、 マイナーチェンジを機に G90 に改名。これにより、韓国国内においても他国同様、すべてのモデルが G を名乗ることとなった。2020年1月には同ブランド発の SUV である GV80 が発表された。ラテン語で創世期を意味するブランド名は、性能やデザインなど、すべての面で進歩と革新ある高級車像を、 切り開きたいという意味が込められている。また、各市上で、ジェネシスが、高級車としての認知度が高いという点も考慮している。独立したブランドではあるが、立ち上げ当初は独自の公式ブランドサイトだけでなく、現代公式サイトの一角でも展開を行っていた。販売については、基本的に既存の現代ディーラー網を活用するものの、 2018年1月にはソウルの江南区に世界初となる専用ショールームジェネシス江南2020年には専用展示ホールであるジェネシスレジをオープンさせている。ありがとうございます。